はい、今回はこちらの問題ですね。難しそうです。四角4番、図1図2において立体 ABCD は三角錐であり、 ABCD、 これ三角錐ですね、角 ABC イコール角 ABD イコール90度、まあ、ここのこと言ってますね。まあ、っすぐこうキュッキュッとこうね立ってるよということですね。AB イコール10センチ書いてます。BC は9センチ。BC 9センチ書いてます。BD 7センチも書いてくれてます。CD 8センチ書いてくれてますね。E は辺 AC 上にあって、E はこれが AC と異なる点である。F は E を通り辺 CD に平行な直線。F はやから F これか。F はE を通り、E を通り CD に平行。あ、だからここ平行マーク書いてますね。はい。で、辺 AD との交点である次の問いに答えなさいと。はい。まあ、これ全部おおむね書けてますね。はい、ということでした。で、括弧1番。図1において AE 小なり EC。EC の方がでかいよと。EC はこれか。EC と AE。EC の方がでかいよ。でかいですよね。うん。であると。で、G は E を通り AB に平行な直線と辺 BC との交点。E を通り G は GGG。G これか。あ、だからここが平行ですよ。書いてますね。はいはいはい。H は F を通り辺 AB に平行な直線と辺 BD との交点。H は F を取り AB に平行。H はどれ ?H は F を取り AB に平行。AB に平行。あ、だからこれですね。はいはいはい。書いてみます。G と H を結ぶ。この時四角形 EGHF。ここですね。はい。ちょっと見えへんくなってきた。これは長方形です。はい、しっかりチェックついてます。この長方形で絶対使ってきますよね。I は E を通り辺 BC に平行な直線。I。え、これか。ちょっと見えにくくなってきたな。はい。I は、これですね。はい。これは、E を通り BC に平行。BC に平行。あ、だからこうですね。こことここですね。はいはい。で、直線と辺 AB との交点である。I と F と結ぶ。AI イコール X センチ、はい、書いてますね。そして、0小なり X 小なり5。だからまあ5センチ以上ではないですよということですね。はい、わかりました。はい。全部書き込めてますね。いいですね。で、丸1。次の R から A のうち、線分 FY と平行な面はどれですか？線分 FY。これか。こうですね。これと、平行な面。平行な面は、もうこれやんな、絶対。これですよね。BCD ってある？あるやん。はい。これですね。はい。これ簡単。これも簡単。はい。こういうふうにね、最後の方のね、ラスボス的な四角4番でも、丸1は簡単の。そういう法則。最後まで諦めずに解いていきましょう。丸2。四角形 EGHF の面積は16平方センチメートルであるとき、X の値。EGHF。ここですね。EGHF。この面積は16平方センチメートルの時、X の値を求めなさい。だからこれ長方形でね、これチェックがありますから、これをですね、1個ずつ、はい。まあ、じゃあ、例えばここに書いていきましょう。四角4。そして、括弧1。2の問題ですね。で、この状態では分かりにくいから、まあ、この EGHF をこう断面図を、ね、しっかり書いてあげる。長方形ですよね。EGHF。こういう感じになってます。で、ここをぐーっとこう見てあげるとですね、こっからここ X で、こっからここが10っていうことですから、こっからここの長さは括弧 10-X ってことが分かるんで、この FH 分かりますよね。
だから FH も括弧 10-X センチということが分かった。そしてこれが16平方センチメートル。あとは GH もしくは EF が分かったらいいよねと。こういう感じになりますよね。なら方程式立てて解けますと。んで、じゃあ GH 欲しいな、EF 欲しいなってなった時に、はい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 。じゃあね、ここ見ていきましょう。この EF を欲しいなって考えた時に、EF を使った三角形見ていきましょう。ここですね。この三角形です。この三角形を見ていった時に、これね、ここ平行マーク入ってますよね。平行マーク。これ、相似の典型的な図形ですよね。これ使えるんじゃないかというふうになるわけです。で、ここの X と10っていうところを見ると、ここからここは X ではないけど、X 対10ということはできますよね。長さは分からないけど、比は分かると。っていうことは EF の長さ分かりそうじゃありませんかというふうになるわけです。そしたら、まあ、こちらの方、ちょっとこちら、もうちょっと下の方で解いていきましょうね。こういう形になっていて、で、こう線引いてあげて、で、ここが X、そしてここが10丸になってくると。この比がね、ここの X がこっちに来るわけですね。で、10がこっちに来るわけですよね。で、これなんでなんていうことないけど、この辺は全部これ平行になってるわけですよね。だからこことここも平行ですよね。だからこっちに来ると。まあこれが、まあ、ここに来るってことですね。こことここにね、10丸。うん。っていうふうになると。で、しかもここが8というふうになってますから、ここは8センチ。ってことは今知りたいのはここなわけやから、はい、ここは、まあ、EF としておきましょうか。そうすると EF 対8イコール X 対10とこうなりますよね。このちっこい三角形とこの大きい三角形は相似ですよということですから、まあ、こういうような比例式は立てれると。 EF×10 は 8×10X とで両辺に10分のつけてあげてピッピと EF イコール2で4、2で5、5分の 4X とこれになったわけです。 EF の長さは5分の 4X。 はい、この X になってるから意味ないやんって思うかもしれないけど大丈夫ですね、はい、ここが5分の 4X というふうに分かったと。ってことは、これ X を使っただけの式になるわけですね。5分の 4X かける括弧 10-X。長方形の面積は縦かける横ですから、この2つをかけたら面積は16平方センチメートルになりましたよと、こういうふうになるわけです。あとはこれを丁寧に解いていってあげたらいいですよね。全部5倍しようか。全部5倍すると 4x 括弧 10-x イコール 16×5 して5、6、30、5、1が5と80と、まあ両辺に4分のをつけてみようかな。そうすると x×10-x は20となりますね。はい、ちょっとね、狭く書いたけど足りなさそうですね。展開して 10x-x の2乗、20はこっち持ってきましょうね。はい、ちょっとねややこしくて申し訳ないけどこれ飛びますよ。で、-x の2乗+10x-20=0 と、ちょっと順番並び替えました。符号を変えていきましょう。こうですね。で、 1×10、 20、ここがプラスだったら足し算して21違いますね。2×10、12違いますね。4×5、足して9。あれ全然ダメやな。全然ダメやないかいと。そしたら x イコール、もう仕方ありません。もう解の公式いこう。2a 分の、だから2分の、-b やから10。プラスマイナスルート
b 二乗やから100プラスマイナス、間違えた b 二乗マイナス 4ac マイナス 4ac が2乗これね、はい、そうすると x イコール2分の10プラスマイナスルート、まあ、これも過去でやりますね、100引く死にが80からルート20ですね。20は、2ルート5ですね。まあ、これはちょっと自分で計算してくださいと。はい、ピッピと。だからこれは2ルート5。で、約分して、x イコール5プラマイルート5と。こういうふうになりますと。で、この x じゃあどうなのってなった時にプラスマイナス両方あるやんってところなんですけど、はい、ここ難しいですが、ここですね、 x は0小なり x 小なり5、0から5の間ですよって言ってたから、プラスになってしまうとですね、5より大きくなっちゃいますから、 x の大きさは5マイナスルート5と、はい、これが答えということになるわけですと。さあ、なかなか難しいですね。で、これで解けましたと。で、これちょっと消しておきますね。で、続き見ていきましょう。括弧に図2は、これ図2ですね。E が AC の中点。E は AC の中点。はい、一緒マークついてますね。の状態を示している。図2において、J は B から辺 CD に引いた垂線。J、J、J。あ、これ垂線ね。はい。と、辺 CD との交点である。K は辺 AB 上の点であり、KB イコール3センチ、ここ書いてます。K と C、K と D をそれぞれ結ぶ L は E を通り、線分 CK。線分 CK、はい、これですね。平行な直線。L は、平行な L ですね。L は平行な直線と辺 AB との交点である。だからこれ欠けてませんね。はい、はい、これ欠けてません。だからこことここは平行ですよという日本語でした。はい、 L と F を結ぶこの時立体 AEF と立体 ACDK が相似である。はい、もうこの相似も超絶大事だね。ここ絶対使ってきます。さあ、これ大事なところはちゃんとチェックしておいてくださいよと。で、括弧2番、線分 BJ の長さを求めなさい。線分 BJ、 これか、あれ、これ BJ の長さ、これ見てくださいね。ここのところに9、8、7と3辺出てますね。3辺出てるからもうこれ解けますよね。秒で解けますよね。はい、っていうような感じで、この辺のラスボス、はい、四角4番のとてつもなく難しいそうな入試問題で、一番最後に出てくる難しい問題でも、カッコ1の丸1は結構お手軽、そしてカッコ2の丸1は結構お手軽な問題ということができます。ここで得点取って、ここで得点して、ここはさっさと捨てるみたいな感じでしたら、かなりね、いい感じでヒットが打てるんじゃないでしょうか。万が一ね、丸2が解けなかったとしても、カッコ2の丸1は解けるという可能性ね、これしっかり覚えておいてください。そうすると BCD、まあこの辺をね、しっかりと断面図を書いていきます。BCD。で、J はビューと垂直ですると、こういう話ですよね。で、今回長さが出ていると、BC は9、BD は7、CD は8と。これでね、書いてくれてたわけですから、これを使うべきでしたね。で、まあ、ここの長さを X と置いてあげたら、ここからここの長さは、括弧 8-X ってなるから、この BJ、真ん中のここですね、BJ の2乗、BJ の2乗っていうのは、まずは、こっちの三角形から考えていくと、9の2乗マイナス x の2乗だよねというふうに表すことができるわけです。でも一方で、こっち側のね、ビューンと三角形で見たときに、7の2乗マイナス、8マイナス x の2乗と、こういうふうに解くこともできるということですね。はい、そうすると、あとは解いていきましょうと。181と、7、7、49と。
マイナス、カッコね、ここは丁寧に展開していきましょう。葉っぱ64マイナス 2x2 プラス、マイナス 2x プラス x2 と。81マイナス x2 49。さあ、丁寧に、マイナスを分配法則していきますと。で、こことここは消えますね。いい感じ。はい、消えました。マイナス 2x、これこっち持ってきて、49マイナス60マイナス8、81は向こうに持っていきましょう。まあ、ここの計算せなあかな。ちょっとめんどくさいけど、まあ、さっきここしよっか。64と81を足し算したら、145ということですね。で、145から49を引くから、10から9引いたら1で6、10から4引いたら6、9、ここ足し算したら130、145。はい、ここね、元戻るかどうか、ちょっとね、暗算で確かめしておいてください。これ96になりました。マイナス 2x イコールマイナス96ですね。符号を変えます。両辺に2分のをつけていきます。x イコール42が8、28、16、48と。で、BJ の長さ求めなさいやから、今 x が分かっただけやから、x が、ちょっと待って、48なわけないやんということですよね。48なわけないやんな。ここ48やったら、8からはみ出とるやんってなるから。どっか計算間違いしてますね。ちょっともう一回確認していきましょう。9の2乗マイナス x の2乗、これいいね。7の2乗マイナス、過去8マイナス x の2乗、これもいいはず。で、展開していったよね。で、81マイナス x の2乗、OK。7、49。葉っぱ64マイナス28、ここやないかい。2倍せい。何しとんねん。2816ですね。16x ですね。で、いいから、はい。じゃあ、この辺直していきます。まず、ここですね。はい。ここが、符号を変えたから、プラス 16x ですね。はい。だから、ここがマイナス 16x ですね。はい。じゃあ、まあ、ちょっとこの辺からしっかりやり直しましょうか。この辺からしっかりやり直してみると、上がり書いておきましょうね、間違ってたから。マイナス 16x イコールマイナス96、符号を変えます。両辺に16分のをつけていきましょう。ピシピシ。 x イコール、8で割ろうか。2816、81が8、2816だからこれ6と。 x イコール6。はい、どうですか、これ6良さそうですね。8よりも小さいですからね。はい、OK です。じゃあ、BJ の出していきましょう。BJ の2乗は、9の2乗マイナス6の2乗ということになります。81-36。81から36を引き算すると、20から6引いて4で5。8から7になって7が45ですね。=45。BJ の2乗は45になったから、 BJ イコールにしてあげて、プラマイルート45と。で、 BJ イコールプラマイ、これは3ルート5ですね。で、マイナスはおかしいから、まあ3ルート5と、こういうふうになります。はい、できました。これ3ルート5、 OK。 さあ、そして最後です。なんか難しそう。立体 EFLCDK の体積を求めなさい。ちょっと充電しとこう。よいしょ。このわけのわからん図形かよ。これやばいよね。まあ、とりあえず作戦としては、この全体を求めてあげて、で、まあ、こことかここを引いていくっていう、そういう作戦だろうね、きっとね。そういう作戦ですよね。で、まず全体を求めるには、
まずは底面積かける高さですよね、かける3分の1で、底面積は、あ、そういうことね、だからこの BJ の長さを出したということですね。はい、底面積まず求めていきましょう。まずは丸2番、A、B、C、D を求めていきます。これが全体ですね。底面積は、底面は8かける、これですね、さっきの図でいうところ、これが底辺かける、ほんで高さ BJ 出しました、かける2分の1していきます。8かける高さはさっき求めたやつ、そしてかける2分の1じゃん、これが底面積、そしてかける高さはここ10って書いてましたから、かける高さの10と、でそして最後3分の1をしていくということですね。これを計算すると、3と3消えて2と8でこれが4になるから、4×10 で40ルート5ですね。はい、これが全体で、全体出たからあとはどうする、まずここの下引こっか、下の部分ね、この高さ3っていうふうに書いてるから、まあ、これ簡単ですよね。だから KBCD、今度は下の部分 KBCD を求めていきましょう。で、KBCD はまず底面は、三角形、さっきと一緒ですね、8かける高さ3ルート5でかける2分の1、これで底面積出ました。そこに、高さは今回は3です。そして最後水だから3分の1やっていきましょう。これすぐ消えますね、これすぐ消えてこれ4ですね、だから 3×4×12√5 と、はい、ということになります。だからこれを引き算してあげれば、残りのその下の部分が消えたから、こんだけ部分が出たと、こんだけ部分が出たってことになりますよね。じゃああとはどうすんのってことやけど、まあ、残りのここの上の部分、これを引いてあげたらいいよねってことになるよね。でも引いてあげたらいいよねってことなんだけど、ここね、あのここっすよね、ここすげえ、こことここ平行やから、これすげえ斜めになってるんですよね、ここね、斜めになってるから 底辺にできない、底面積できない、底面積かける高さでできないんですよね。どうすね、こういうことですね、どうすね。だから底面積かける高さって技できひんから求められないんですよね。厳しいな、どうしようっていう、はい、そんな時にちょっと問題見返した時、あら、ありましたとね、ここチェックしました、これなんか使えんちゃうのと、掃除やでと言うてました。はい、どういうことかって言ったら、このちっこいやつとこの大きいドンっていうのは掃除やでと言ってました。で、掃除費分かってんちゃうの、これ中点って言うてた。ってことは、ここを1にしたら、こっち全体は20やと。分かってる。はい、どういうことができるのか。さあ、これは、まずこの立体 A、EFL と、A、CDK は、掃除ですよって言ってたわけですよね。で、掃除費どうなのっていう話になるわけじゃないですか。掃除費は AEFL は小さい方やね、これを1対 ACDK、 これ大きい方ですね、これは掃除費1対2ですよね。掃除費1対2ってことは、これ体積比はどうだった、体積比はこれ3乗するんでしょ、1の3乗対2の3乗じゃないかと、1対2人が死にが8、1対8ですよというふうなことが分かりました。はい、だからで掃除費1対8ですと、で今この全体8の方はもう出せる。はい、なんでか、ここですね、この一番でかいやつからここを引いたやつが8の部分だから、まあ、40ルート5引く10、ここでですね ACDK、この中くらいのやつね、これは40ルート5マイナス12ルート5で出せる。40-12、はい、ここで筆算間違いたくないからしっかり書いておく。28-30-40、いいね、28ルート5当てるよね。はい、で分かったってことは、
1対 x1 の方の体積知りたい、8の方の体積は28ルート5っていうことは分かってるんだということですね。 8×x=1×28√5、 両辺に8分のをつける、消す消す、24が8、27、はい、 x=4√5です。はい、だからちっちゃい方分かった、ちっちゃい方分かったってことは、さっきの28√5からこの4分の7√5を引いたらいいよね。あ、そうか、これあれか、だからここの部分を1四角として、この中くらいのやつ全体が8四角だから、残りの部分はこれ7四角ってことで、一体何、比の時に8対7ってやればもうちょっと早かったね。まあいいや、とりあえずここまでいったんでしっかり計算していきます。4分のこれ嫌だな、はい、28×4、通分していきます。しは32、しにが8、112√5マイナス4分の7√5、コール4分ので、112-7して105かな、はい、105.5ということです。ボン、まあ、ちょっとね別解の方でやってみましょうか。7の方が、7四角の方が知りたい、7対 x=8 の方は分かってる、8の方はこう ACDK からこれですね、28√5、はい、これの方が計算早いのか、8×x×8、x×8=7×28√5、両辺に8分のビシビシで4で死にが8、7×28x=2分の49√5、あれ答え全然違うあれなんかまた間違ってるな。ちょっと確認していきましょうね。1対 x は8×28√5、これはいいはずだよね。で 8×x は 1×28√5 で、でここで4分の7√5、まあ、これは良さそうで、ここ見間違ってるのかな、4倍したから 28×4、 しは32、しにが8で112、いいよね、112で105、え、112から何だ、引いた、いいよね、105、110になってるもんね。4分の112から4分の7引いたら4分の105。4分の105。なんで？なんでなんでなんで？なんでなの？なんでなの？で、7対 x は8対8は28√5、これ一緒やもんな、 8×7×8、 8分の7個分ですよってことやな。みんな気づいてましたね。やっぱダメですね。はい、これね、4で割ってるから、4で割ったらこれ死にが8ですよね。すいません。だからここが2ですね。2分の7√5ですね。
はい、これね計算ミスあるんですよ。これね、ここは2分のです。だからこれ4で通分する必要ないから、はい、この辺からやり直していきましょうね。さあ、こういうね間違いにしっかり気づけるようにする、これなかなかねミス、まあでもテスト本番中でねこのミスしちゃうともう間に合わないですけどね。さあ、でもしっかりと自分で見つけていくようにしましょう。 28×5 28×2 やな、286、2人が4で56、56ルート5マイナス2分の7ルート5で、56から7引いたら49だから2分の49、2分の49ルート5、はい、答え一緒になりましたね。はい、ということでした。はい、このようにね計算ミスは先生自身もします。するけど、まあ、諦めずにねもう何度もね見返してください。まあ見返した時もねもう一回スルーしちゃってたけど、はい、何度も何度も見返していくことで絶対見つけるんだ、見つけてやるんだという、まあ、こういうね合格するんだとこういう思いが大事ですよね。で、あともう一つのね、まあこっちのやり方もあるなっていうふうに思ったらですね、もう一個別の方のねやり方でも確かめてみる。で、それがね、こことね、ここが一緒だったら、まあこれテスト中にね一緒だったら、あ、もう絶対大丈夫だなっていうふうになりますし、まあそんだけ時間あるのか問題もありますけど、はい、まあ頑張っていきましょう。お疲れ様でした。